協会系酵母とは、日本醸造協会で販布している、日本酒、焼酎及びワインの酵母菌のことである。ブランド名は、ひらがなで協会酵母と書く。協会系酵母は、アンプル、スラント、または乾燥酵母の形で販布される。乾燥酵母とは、酵母を生きたまま乾燥、休眠させて、個体状にしたものであり、保管性に優れる。温水、蒸し米 麹米前にこれを加えるだけでアルコール発酵を開始できるため全培養工程が不要になるというメリットがある。醸造特性は従来の酵母と変わらない。日本の製酒醸造や焼酎もろみ醸造ではまだまだ普及率が低いが欧米及び豪州のワイン醸造では乾燥酵母は極めてポピュラーである。豪州のマウリシャは13種類のワイン用乾燥酵母。 および生酒用乾燥酵母を販売しており、日本でも入手可能。多くの醸造メーカーは俗に、倉付工房と呼ばれる自社酵母を保有し使用しているが、その酵母の乾燥化受託業務を、神話風ーけケミカル社で行っている。発酵の時に泡を立てる、泡あり酵母と、泡の少ない、泡なし酵母に大別される。単に境界酵母ともいい。 教会の頭文字を取って、KN 号公募と表されることも多いが、その由来などから多くの通称や別称を持つものもある。英語名は、酒イースト教会ナンバー N のように表される。なお、教会とひらがなで表記する場合がある。特に、教会6、7号公募は、それまでの短期、高音、素白米の醸造技法から、長期、低音、 高精白な醸造技法への転換期に出現したもので新たな醸造技法の先兵的役割を果たしたとされている。ビールやスパークリングワインが分かりやすい例であるように通常のアルコール発酵は進むときに二酸化炭素を生成する。これが泡となる。古来から蔵人たちはもろみから上がってくる泡のキメが辻法水法岩泡小泡落ち泡。 大玉は中玉砲小玉放置と変化するのを見て発酵の進捗状態を見極めた作りを参照のこと。発酵が盛んな時は発生する泡のために酒が仕込みたるからこぼれ出て無駄になるので泡守りといって夜通し泡を見張り泡が多くなってきたらそれを救い出したり消したりする役割のものを置かなくてはならなかった。微生物学的に見ると泡あり工房は 細胞壁が発水性であることを特徴とする。株としては以下のようなものがある。協会1から5号1901年、明治政府が国立醸造試験所を開設してから1920年代までに分離された。現在では日本醸造協会から反復されておらず、あまり実用されていない。明治時代末期から大正時代にかけて当時の水準で設備が 近代的であった酒蔵で日本酒を醸造するのに主流を占めていたこれらの酵母は現在使われている静止酵母とは遺伝子的に系統が違うことが明らかになってきている。教会1号1906年各地の酒造場から収集した64株のうち江戸時代後期の宮水の発見で知られる兵庫県などの山村多左衛門の桜正宗から分離された。 当時にしては低温に属する摂氏20度で最適発酵し濃厚な酒を醸した強健な酵母であった。大正5年まで、公主の瓶詰製酒酵母として1917年より1935年まで第1号酵母として日本醸造協会から反布された。協会2号明治末年、京都市伏見の月景館の新種から分離された。 食い切りが良く脳圧しな酒を醸した。良い酒は良い酵母からというのがキャッチフレーズであった。携帯は小さな深淵系の細胞で顕微鏡で見るだけで他の酵母と区別することができる。1917年より1939年まで第2号酵母として日本醸造協会から反布された。協会3号1914年、広島県三原の 水深の新種から分離された。種質の優秀さで評価が高かった。第3号公募として日本醸造協会から反布されたが、1931年頃保存中に編成したとして、使用中止になった。協会4号1924年、広島県下の酒造場で分離された。後期が良く、もろみの経過の良好さで評価が高かった。 第4号酵母として日本醸造協会から反布されたが、協会3号と同じく、1931年頃、保存中に編成したとして、使用中止になった。協会5号1923年頃、広島県西条の貨物の種母、または新種から分離された。果実様の方向で評価が高かった。形態は長大円形の細胞が多く、他の酵母との区別が、 比較的容易である。1925年より1936年まで第5号工母として日本醸造協会から反布された。協会6号通称、K6 号工母、新生工母、摂氏10度から摂氏12度でも強い発酵力を維持する。酒の仕上がりは穏やかな香りで、淡麗にしてソフトな抽質に適する。工術の協会7号工母より、 酸は弱いが味は深みが出るとされる。海苔精子の大きい環境下でも増殖が阻害されないので生、元系に適している。また、呼吸能が強い、発酵能が比較的弱い、皮膜形成が強いといった上面工房的な性質を持っている。1930年に秋田市の新生の諸見から分離された。代々の当主が佐藤右兵を名乗る。 新生は昭和2年3年に全国新士官票会で最上位グループに入賞し、また1928年、同5年、同7年と3回連続で全国聖書品票会で優等賞を獲得するなどして、この公募の優秀さを立証した。昭和10年より現在まで第6号公募として日本醸造協会から反布されている。日中戦争が本格化して、 以降の戦時下、戦費調達のため主税収入の確保を重視する政府は全国の酒蔵に境会6号を使うよう指導した。現在も使われている公募としては最古のもので80年以上も安定して優秀な性質を維持している稀有な公募である。また、この公募を用いた秋田流低温長期発行は後の銀城作りの原型となった協会七号を通称 K7 号工母、マスミ工母。発酵力が強くオレンジのような華やかな香りを出す。また、呼吸能が比較的弱い、発酵能が強い、飛膜形成がやや弱いといった仮面工母的な性質を持っている。銀城工の強さは境界9号ほどではないが、銀城種の発展に大きな役割を果たした工母である。銀城主から普通種まで。 幅広く適するとされる。近代主質の基調とも呼ばれ、これから派生した7号系工房も多く存在し、遺伝子鑑定をした時に動詞と識別される工房群を K-7 グループと呼ぶ。1946年に長野県諏訪のマスミの諸見から分離された。その年度から現在まで第7号として日本醸造協会から反布されている。マスミは、 昭和18年の全国新種鑑評会で第1位になり、昭和21年には春の全国新種鑑評会と秋の全国、製品評会の両方で1位から3位までを独占し、以後全国の酒造場で使われるようになった。当時、戦後の食糧難から鑑評会への出品種は精米部合70%以上との規制がかけられたが、 その精米部合体で活躍したのがこの工房であった。協会7号は、現在、製酒製造現場の過半数で使用されている、製酒用工房で、発酵力が強いため次第に普通酒に使用されるようになり、現在では、銀條仕込みには使われなくなってきた。なお、協会7号工房を用いた、銀條酒作りを確立した、マスの久保達里当時は、分岐後は、 香りが低くなったと漏らしていたという。マスミを醸造する宮坂醸造協会8号通称、K8 号工房。1960年日本醸造協会によって分離された協会6号の変異株等の食い切りやアルコールの生成が遅い、やや高温性で、数多くの大圧死主向きとされた。短霊辛口ブームが始まった頃、1978年に、 時代の流れに合わないということで、反復中止となり、標本のような形で、日本醸造協会に眠っていたが、2003年頃から、少数の酒蔵が実用を復活させている。協会9号を通称、K9 号公募熊本工房、航路公募3は少なく後期が高いので、銀城主に向いている。銀城主の発展に、大きな役割を果たした公募で、 1990年代半ばまで、官評会出品種に最も使われていた。今日でも吟醸種の多くに用いられている。協会六号七号公母と同様に低温でよく、発酵するが、温暖地の吟醸作りに向いた、全球短期発酵型のもろみになりやすい。K-7 グループに属する。1953年頃、後に、 お酒の神様と称された野白金一によって、航路の醸造元である熊本県酒造研究所の保存工房から分離された。鳥取県工業主研上の議官であった上原博史によれば、もともとは岐阜県の菊川の蔵で生まれた工房であるという。日本醸造協会とは別に、熊本県酒造研究所でも、協会9号工房と同型の工房の保存、培養を続けており、 その中から熊本1号、熊本4号など数種の変異株を反布している。この他にも、境界9号公募から派生した多くの9号系公募が存在する。境界10号を通称、K10 号公募、小川公募、秋都市小川公募。それまでの、どの公募よりも酸が少ないこと、高い銀条香を出すことが特徴である。香りが高いので銀条種に、また、 酸が少ないため純米酒にも向いている。もろみの経過は低温長期型で、アルコール耐性が弱いため、扱いが難しい。K-7 グループに属する。1952年頃、茨城県水戸の副将軍醸造元である、秋都市種類にて分離された。1958年頃から、茨城県食品試験場と、秋都市種類が、秋都市小川工房として、 製造販売している。また、1977年より現在まで、日本醸造協会から第10号工房として、販布されている。分離者の小川地下寮は、仙台国税局官邸官室長に在任中に、東北六県の酒造場から数百種の諸見を収集し、その中から退官後に、銀市長として入社した秋都市種類にて、 この工房の純粋分離と培養を行った。この工房の発祥像がどこなのかは記録に残されていないが、青森県の八鶴と菊駒が有力視されているほか、十四代、朝日高で知られる山形県高木酒造なども十号工房発祥を主張している。協会十一号通称、k 十一号工房。1975年日本醸造協会によって分離。 境界7号の変異株で、アルコール耐性酵母とも呼ばれる。アルコール耐性が強く、もろみが長期になっても切れが良いので、大から口酒などのアルコール度の高い酒を作るのに、向いている。アミノ酸が少なく、リンゴ酸が多い。境界12号通称、K12 号酵母裏霞酵母初代宮城酵母など、K-7 グループに属する。 1965年宮城県、酒造組合醸造試験所の佐藤和浦により、同県、浦霞銀もろみから分離。低温長期型もろみとなり、山灰にも適し、方向の高い銀城主向き。特有の銀城香を醸し出すが、極度に水と作りを選ぶので、一般的とは言えない。協会系向墓としては1995年まで、反布された。協会十三号通称。 K13 号工房。1979年国税庁、醸造試験場にて分離。良い切れと高い方向を特徴とする。K-7 グループに属する。1985年9号と10号を交配させた、ハップロイトダメとして流通。後反復中止。協会14号通称、K14 号公募、金沢公募など。生成される産が少ないために、 綺麗な味の仕上がりとなる。低温中期型もろみの経過を取り、銀城酒本来の香りを生むのに適する。特定名称聖酒に多く用いられる。1996年に、金沢国税局官邸官室にて分離。阿波市工房の協会1401号をはじめとして、派生工房も多く存在する。K-7 グループに属する。協会15号1996年。 それまで、秋田県の AK-1 工房として使用されてきたものを、境界工房として登録した。アルプス工房などと同様に、上、立花の華やかな酒を作るのに向いている。尿素非生産性夜はあり工房、カーグ7号、カーグ9号、カーグ10号など。それぞれ K7 号、K9 号、K10 号の派生工房だが、尿素を生成しないことを特徴とする。 カーグ9号日本醸造協会が輸出用性紙向き酵母として開発した、協会9号の変異株で、出出に影響を与える尿素を生産しないのが特徴。昭和時代に島根県の酒蔵で発見、選抜された突然変異により発酵時に泡を出さない酵母の株。泡あり酵母では泡とともに酵母が上部液面まで運ばれるが、 泡なし酵母では液中に存在するため発酵力は強くなる。こうした酵母で酒を仕込めば泡守りが不要であるなど利点も多いので、これ以後は泡なし酵母の研究が進み、従来の泡あり酵母の中で有料な泡なし株が選抜されていった。微生物学的には泡なし酵母は細胞壁が浸水性であるのが特徴。現在は、 境界系酵母として反復されているものの70%近くは泡なし酵母である。なお、柔らかい虫米を使用して、デキストリン、クルコース比が高くなると、泡なし酵母であっても泡を生じると報告されている。株としては、以下のようなものがある。境界601号性質は、境界6号と同じだが、もろみで高泡を出さない酵母。境界701号性質は、 境界7号と同じだが、もろみで高泡を出さない公募。境界901号性質は、境界9号と同じだが、もろみで高泡を出さない公募。境界1001号性質は、境界10号と同じだが、もろみで高泡を出さない公募。境界1401号性質は、境界14号と同じだが、もろみで高泡を出さない公募。境界1501号通称、計15号公募。 秋田工房、秋田流工房、花工房 AK1 など。従来の工房とは異なり、最近のバイオテクノロジーの成果でもある、カプロン酸エチルの非常に高い方向を出す工房。低温長期型もろみ経過を取り、酸が少なく、吟常高の高い特定名称性種に適する。K-7 グループに属する。詳しくは、秋田工房参照。 境界線601号、境界7号と、境界線1号の交雑選抜株で、通称、K16 号工房、小酸性工房、Q ナンバー86工房など。酸度が少なく、カプロン酸エチル高生産性で、純米種や、銀醸種に適する。境界線701号通称、K17 号工房、高エステル生成工房など。発酵力が強く、酸度は、 K7 号酵母と同程度とされ、酢酸イソアミル及びカプロン酸エチルダ化生産性であり、純米酒、銀醸酒、低濃度酒に適するとされ、また銀醸酵の高い酵母の方向を抑える、ブレンド用にも用いられる。境界1801号、境界1601号と、境界9号の交雑により作出選抜した酵母の株。 エステルダカ生産性酵母とイソアミルアルコールの低減化による抗味の改善を図り、カツ酸及びアミノ酸生産性の少ない酵母。28番酵母7号系のリンゴ酸ダカ生産性、多酸酵母。酸度が高いが、琥珀酸は少なく、リンゴ酸が全部の有機酸の80%を占める。発酵力が強く華やかな香り。多酸種、増上種、気上種、 長期熟成種、低濃度種に適する。77番工ボリンゴ酸高生産性多酸工ボ。酸度が高いが、琥珀酸は少なく、リンゴ酸が全部の有機酸の70%前後を占める。カプロン酸エチル高生産性で、多酸種、増上種、気上種、長期熟成種、低濃度種に適する。350番工ボ境界線7 0 1号と、 同様な高エステル生産性精子酵母であるが、酸度がやや高めの精子酵母。赤色精子酵母女性消費者層の開拓などを視野に、入れて甘口でアルコール度の低い、ソフトな当たり口のピンク色の濁り酒などを作るために、使用され始めた酵母で、もろみで赤い色素を生成するのが特徴。K15 酵母の派生である。突然変異によって、原酵母から、酵素。 ホスホリボシルマイナスイミダゾールカルボキサミドシンテターゼが欠落したためにできた。その欠落のために核酸の一つであるアデニンを自力で構成することができず、その結果後アミノイミダゾールリボシドを蓄積してしまう。そのため酵母が自分で生成できないアデニンを外部から栄養として与えられなくてはならない。こうした性質を栄養要求株といい、赤色酵母の場合は、 アデニン要求株と表現する。また後アミノイミダゾールリボシドが蓄積され、重合していくとポリリボシルアミノイミダゾールとなり、これが赤色素となる。このような突然変異によって、日本酒が赤くなったり桃色になったりすることは、微生物学が導入される。明治以前の日本でも、酒造りの現場ではしばしば見られた現象であることが、古文書などに散見され、古くは、 症状もろみなどと呼ばれて不思議がられたり、奇怪な現象として騒がれたようである。尿素非生産性アわなし酵母、カーグ701号、カーグ901号、カーグ1001号など、それぞれ K701 号、K901 号、K1001 号の派生酵母だが、尿素を生成しないことを特徴とする。カーグ -901 号日本醸造協会が、 輸出用性紙向き酵母として開発した。境界9号の変異株で、輸質に影響を与える尿素を生産しないのが特徴。カーグ1901号境界1801号の尿素非生産株。発がん性がある可能性があるカルバミン酸エチルを生産せずに、有料な輸質を維持するために開発。アンプル、または乾燥酵母で販布されている。 生死用酵母が KN5 酵母と表されるのに対して、焼酎用酵母は SN5 と表される。現在、反復されていない。米常酎、にも焼酎もろみから分離した、多数の酵母の中から、最も増殖が旺盛で、発酵速度が速いものとして分離された。他の酵母よりも高温に強く、アルコール習得量が多い。以前は SH-4 株と呼ばれていた。 焼酎用麦麹より分離した酵母。高温耐性、クエン酸耐性を持ち、特に麦焼酎の醸造に適する。焼酎用2号と清酒用酵母の計1601号の鉱雑株。カプロン酸エチルの生成量が焼酎用2号を比べて2から8倍多い。すべてアンプルで反布される。アリウ酸耐性が強く果てもろみの発酵が早い。気発酸生成量が少ない。現在。 反布されていない。低温発酵用。主質は温和になる。山梨県を中心に約40年間にわたって使われてきた代表的なワイン酵母。低温発酵性で発酵速度が速い。各種エステル類の生成が多く、果実様方向に富む。豪州のマウリ社、フッツのラルビン社などから多種類の乾燥酵母が市販されている。ベータリアアーゼの働きにより、 香臭など香りの少ない品種のヒアロマ性成分をアロマに変換するため近年山梨を中心に広まっている酵母低温感受性酵母摂氏18度以下で発酵が停止するためスイートワイン製造に適している発酵力が旺盛で最もポピュラーな酵母の一つアルコール耐性も強いため瓶内発酵させるスパークリングワインにも向いているオーストラリアンワイン リサーチインスティチュート管理による禁種の一つ。低温での発酵に向き、フルーティなエステルを多く算出するのが特徴。10摂氏15度の低温発酵に適する。ありがとうございます。